It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? 音おかし。8月3日土曜日午後3時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレキサンドロスのボーカルギター川上洋平です。いやーもうね、誰がどう見ても夏なんですけど、私はですね、もうこの8月という月がもう1年通して一番好きです。はい、自分の誕生月よりも好きです。やってまいりました8月でございます。はい、いやー夏いいですよね。なんかこうやっぱ夏って休みがないにしてもなんか休んでる感じになるというか、仕事をしていてもあーでもなんか今日夏だしなみたいな感じになれるのはなんででしょうね、この雰囲気ね。別に冬も好きなんですよ、春も好きなんですけど、やっぱね8月のライブとかってやっぱお客さんの顔が違うね。やっぱ皆さんこうやっぱ夏休み中にこうフェスだったりとか、まあ、ツアーがあったらそのツアーに来てると思うんですけど、その時の皆さんのね顔がね、あー今日はもう休み、明日もないっすよみたいな感じの顔だから、なんかね他の何でしょう、あの季節で見る皆さんの顔とちょっと違うんですよね。そうだからね、この8月という月は私はねこうステージから見てて皆さんいい顔してます。はい、今月もねいろんなところで皆さんにお会いできますけど、その時もね、いい顔しておいてください。例えば8月6日とかはね、Y の先輩の、吉村さんとね、実はですねアコースティックライブ対決をしますので、はい、その時もね結構近いと思うので距離が、はい、皆さんいい顔しておいてください。さあというわけで、この暑い夏の午後3時、皆さんとね一緒にチルアウトしたいなと思いますと思いきや、ちょっとねこの前の、最後にかかったレニクラからですねロックモードになっておりますので、ちょっと今日一発目、いや一発目と言わず今日4曲ぐらいかけると思うんだけど、ほとんどロックでいこうかなと思います。一発目はこの方たちです。初めましての方たちです。聞いてください、メッドリフトで Into Place。アレキサンドロス川上洋平が東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしている音おかし。1曲目にお届けしたのはミッドリフトで
into place でした。ノーザンカリフォルニア出身の3人組ロックバンドでございます。音おかしは初めましてでございますが、皆さんいかがでしょうか？いやー、このシューゲイジングな激しめのね、ロック大好きでございます。今、特に好きだし、結構、時代にも合ってんじゃないかなと思います。この真ん中のね、ボーカルの方が、多分日系なのかな？はい。ちょっとこう、馴染みの深い顔をされておりましてですね。いやー、好きですね。めっちゃ好き。他の曲もね、ぜひ聴いてほしいんですけど、3人、組なんですけど、多分幼稚園ぐらいから、小学生ぐらいから一緒だっていうことをね、インタビューで読みましたけど、素敵ですね。いや、ちょっと、これは注目しておきたいなと思います。やっぱり去年からね、こう、ウィスプだったりとか、グレアだったりとかね、なんかこう、シューゲーザーバンドがですね、幅利かせておりましてですね、僕の心もね、ちょっとこう、虜にしておりますが、いやー、いいですね。かっこいいな。ちょっと自分たちの曲にも影響を与えそうな感じがしております。というわけで、アレキサンドロスの中の、全然シューゲイジングではないんですけど、今なんかこの曲聴きたいなということでお届けしたいなと思います。アレキサンドロスで Last Minute。お送りした曲はアレキサンドロスでラストミニットでした。2018年リリースのですね、 Sleepless in Brooklyn というアルバムの1曲目を飾る曲なんですけど、僕この曲好きですね。自画自賛という、自画自賛じゃないな、客観的に見てすごい好きな曲で、定期的に聴きたくなる、そして歌いたくなる曲なんですね。なんかこうニューヨークすごい好きで、洋楽すごい好きで洋楽に憧れてみたいなバンドだったシャンペインが、そしてアレキサンドロスがアメリカに行ってレコーディングをして旅をして、まあいろんなものを知って、あ、なるほど、でも自分たちはやっぱり日本人だなっ
ていうことをね気づいた瞬間がこのラストミニットを歌うボーカルブースだったんですよね。あ、これじゃメロディー全部変えますって言ってね、それまで全然もっと違うメロディーだったんですけど、こういう雰囲気になっていったんですね。今でもね、あのボーカルブースでの出来事は思い出すとね、ちょっとこうゾクッとしますね。うん、だからね、やっぱこう確かにアレキサンドロス会う瞬間から日本語増えたねとか雰囲気変わったねって言われると思うんですけど、多分このラストミニットなんですよ。スリープレスにブルックリン言うてんのになんで日本語やねんみたいなねでもそこがね、なんか気づきでもあり、自分たちの、正直だったところもこのラストミニットが、抱えてるものかなと思います。今でもこの夏の雰囲気に合うんじゃないかなと思いますね。はあ、夜でもいいと思います。ぜひ聴いてください。さあどうでしたか、フジロッカー。もう先週ね、知ってるんだよ皆さん、楽しかったことは。ああ、泥だらけになろうが、トイレ並ぼうが、楽しかったよね、フジロック。うん。いやー、そりゃ一年かけてね、フジロック貯金とかもあるぐらいですから、楽しみにしていたんでしょう。そのね、喜びを爆発させた3日間だと思いますが、ちょっとね、フジロック行けなかった方たち、まあ僕も含めてなんですけど、まあその方たちに向けてこの曲をかけようかなと思います。僕がねこのバンドで一番好きな曲です。聴いてください。 The Killers で All These Things That I've Done。You can't hold on.
りした曲はザ・キラーズで All These Things That I've Done でした。いや、いいな、フジロック1日目これみんなで大合唱したのかなと思うとですね、羨ましくなります。いや、ザ・キラーズ、ね、シザの代打ということでね、急遽トリを務めたと思うんですけどね、初日の。あんまり来日してるイメージがないですし、最新のね曲が割と結構前のイメージなんですけど、いやー見たいですね、キラーズね。ボーカルの、方はですね、実は僕と一個違いなんですね。誕生日も近かった気がします。彼らもね、本当だからか分かんないですけど、好きだったバンドがオアシスだったりとか、なんかね、影響を受けてるバンドが近いんですよね。そうだからね、なんかあーなんか分かるわみたいな、この流れみたいな感じがね、すごいしっくりくるバンドでございます。1981年6月21日、ほら、ね、1年違い、1日違いなんですよ、このブランドンフラワーズかな、ブランドンフラワーズ。はい、どうですか、今日、割とロックなラインナップが出揃ってますけど、本日最後にお届けするのは、この方でございます。あさって、しあさってか、8月6日にですね、私、川上洋平がソロで、出演する、あのイベントの主催者である、ワイノの曲をちょっと今日はお届けしようかと思います。僕がね、高校生の頃、大学生の頃すごい好きだったバンド、解散したんですけど、去年復活を果たしました。もっとやってほしいなと思いますけどね、対バンできるなんて幸せでございます。さあ、それでは聴いてください。ワイノで Sullen Days。した曲はワイノでサレンデイズでした。いや、もうね、ワイノは本当に大好きなバンドですし、全曲やっぱね聴いても嫌いな曲が一つもないんですよね。それぐらいなんかこう自分にとってはなんか何か馴染みがあるような、こうコード感だったりとか音作りだったりとか、あとはこの吉村さんの声がとにかく好きなんだなと思います。もうね、本当復活してくれてね、ファンとしてはですね、もっとやってほしいなと思うんですけどね、どうなんですかね、ちょっと今度、ライブ前に聞いておきます。はい、同じくワインのファンの皆さん、楽しみにしておいてください。続いていきますんで、音おかし
キサンドロス川上洋平がお送りしてきた音お菓子、そろそろお別れのお時間です。さあ恒例のお菓子クイズ参りましょう。夏ですからちょっと夏っぽいお菓子食べようかな。どうなんだろうな、夏っぽいお菓子は。でも今日ねえな特にないけど、まあ、この前ちょっと甘いのねいただいたんで、あ美味しかったな。バターのいいとこね、はあ、昨日発表になりましたけどこれめっちゃ美味しかったです。さあそこからちょっと 真逆のお菓子をいただきます。スパイシーなお菓子ですね。いただきます。袋を開けました。あらら、あこれはねおつまみにも良さそうですね。いただきますね。うん、間違いないですねこれ。美味しい。なんで間違いないかっていうと、このお菓子の味ね、まあ多分コラボ商品だと思うんですけど、このコラボ先の会社がですね、もう皆さん大好き、あのチェーン店の味です。はい、もうなんでしょうね、日本の洋食の代表格なんじゃないでしょうか。洋食じゃないのかなこれ、日本食なんですかね。もうこれはインド系の洋食と言ってもいいかもしれないですね。それの、フレーバーがまぶされております。ただこれお菓子の名称何にすればいいのかな。まああられなのかな、おせんべい的な姿揚げなのか。はい、私は何をいただいたでしょうか。すごくスパイシーでしょっぱくて美味しかったです。いいですね。こちらの成果は毎週金曜日にオーディオプラットフォームオーディにて配信しているスピンオフで発表します。次回は8月9日金曜日21時それまでに回答を送ってきてください。当たった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。またそちらのスピンオフで皆さんからのお悩み相談なども受け付けております。本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップします。すべては番組サイトから www.tfm.co.jp/お菓子。さあそれでは皆さん、おかしな週末を、引き続き素敵な夏を過ごしください。ここまでの相手はアレキサンドロス川上洋平でした。 Have a great one shoegazing summer days baby.